おはようございます。今日もちょっと寝坊しました。まずは玉ねぎ2個をカットして、レンジで 2,3 分ですね、もうさっと火が通るように、そして甘みが出るようにしていきます。そして焼き海苔をバーナーで炙って香ばしく美味しくしていきますね。やっぱり炙った方が美味しいですね。さっと色が変わったぐらいで、次に豚バラですね、フライパンで焼きながら、この上に先ほどの玉ねぎをレンチンしたやつですね、あらかた豚肉に火が半分ぐらい通ってきたら、みりんと酒と醤油にかつおだしですね、それと砂糖です。ここでかつおだしを入れて炒めていきます。だんだん水分が飛んで玉ねぎと豚肉に味が染み込んでいきます。かつお節を2パック、白だし醤油ですね、これを混ぜて、まず軽くご飯をお弁当箱に入れて、先ほどのかつお節を敷き詰めたら、この上からまたご飯を軽く詰めていきます。そして海苔を香ばしく焼いた先ほどの焼き海苔ですね、これを敷き詰めて、甘辛く味付けした豚肉と玉ねぎを乗せていきます。はい、今日は豚海苔弁完成です。お弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。